版画はアートではないですね。まあ流通するためのものであって、ただの複製技術とか、なんで学ばなきゃいけないんだろうみたいなのを結構疑問に感じてて、まあ、VR であったりとか 3D の技術だったりっていう部分になんか結びついた。複製技術を使い複製できないものを、その矛盾を追い求めて。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術家松田春、筑波大学に進学し版画を学ぶ中で気づいた、その技術とアートの境界。なんかこう、あらかじめ決められたルールみたいなものに対してのなんか違和感というか、そういうものがずっとあるんだと思いますね。例えば僕が版画っていう技術をすることで、いや、まあプリンター画像で出せばいいじゃんみたいなのが当然あるんですよね。でもなんかどれだけ技術が発達しようと、やっぱり僕が動きながら描くっていう行為が、人が作ったものっていうものを見る上ではなんか重要なんだと思いますね。日々進化する複製技術、そんな量産されるアートの中に独自の価値を生み出したい。だからこそ彼はあえてデジタルの領域に足を踏み入れる。絵を描くっていう行為が何ですかね、真っ白いキャンバスとかではなくて、その VR の中のその360度の真っ白い空間から一からスタートするんですけど、なんか複製技術を使っているのに、僕自身のこの身体や精神っていうものは絶対に複製できない、そういう矛盾に自分で真っ向から向かっていく。僕はなんだデジタルがみたいな話だと思っていて、人が生み出した技術に人として抗う、そんな矛盾にも思えるテーマの中にこそ伝えたい真実はある。どうしても僕が人間であることでの欲求、まあ、多分アートを作るっていうのがまさにそうだと思うんですよ。人間しか多分やらないじゃないですか。だからそういう欲求を技術を扱いながらも、ある種疑いの目を向けるではないですけど、そういう世界を多分見せたいというか、なんか嘘なんだけど本当みたいな、そのリアリティが多分僕にとっての真実みたいなのをみんなに知ってほしいだと思います。アートと技術、仮想と現実、その狭間に真実を見出す現代美術家松田春の使命とは。やっぱ現代アーティストっていうところで、やっぱ時代というか社会の世相を切り取るじゃないですけど、称賛とか非難が飛び交うような、その代謝のいい環境を作る、まあ、僕が30年後忘れされてる可能性もあったりはしますけど、自分ができることみたいなのをやっぱやっているので、なんか結局技術を扱いながらもこう対抗していきたいみたいな気持ちがあるんだと思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家田村義康のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。